今日、ビトビトの友人です。今日は中野を紹介します。普通は屋台とかで食べますよね。もしくはそのお好み焼きの店とかで焼きそば頼んだり。けど中野ではこの焼きそば小出屋では焼きそばしか売ってないんですよ。うん、柚子胡椒マヨネーズ効いてますね。肉と一緒に食べてみたらやっぱりその肉のしょっぱさ辛さが感じるんですけど、この柚子胡椒マヨネーズと一緒に食べてみたらちょっとなんかさっぱりする感じがしますね。夏には最高です。やっぱり焼きそばを買った後には口が乾きますよね。その時に私がよく使う店はこちら DNS パワーカフェです。ここでよくご飯も食べますが、今日はスムージーを買いに来ました。健康なスムージーですよ。やっぱり最終的に思うのが、いや10年とも20年とも30年使ってもまだまだ東京の多分 10%、20% ぐらいしか知らないんじゃないかなっていつも思っています。今日はグルメ芸人祭に来ました。一体どういうグルメが私たちを待っているでしょうか。行きましょう。